世界樹の元から始める韓流少女と僕の無双ライフをレビューします。タイトル後半でいきなりクソになるな。ちなみに本作ですが、書籍版が出ておりません。ウェブから直接漫画化され出版された形になりますね。本作は2021年発売ですが、2020年の後半あたりから書籍版を出さずに、漫画版だけ出すといった動きが多くなっていますね。まあ原因は大体わかっていて、ナローの原作の書籍版は漫画版と比べてクソほども売れないからですね。出版業界全体の種類別比較を見ると、漫画書籍がほとんどを占めていて、小説の割合は 10% 以下、そこからライトノベルってなるとさらにそれ以下なので、原作書籍がありますようなので漫画化をしますよという言い訳を無視すると、漫画版だけを出すのは費用対効果において最高の効率であると言えるわけですね。そもそも最近は原作の種が尽きてかつ腐りきっているため、先の書籍版があるという、言い訳をしつつ原作書籍発売の2ヶ月以上前から連載が開始されていたりなども、ごく普通にあるので、真の意味で書籍版は出版社が言い訳のために一応出している、その程度の立ち位置になってしまっていますね。そもそもクソ無名の初書籍化作家の、クソまみれの原作の帯に漫画化決定、とか明らかにおかしいことが書いていますからね。その点を考えると本作は最先端を行っている作品と言えなくもないのではないでしょうか。では裏筋から、開幕パンツを見せつけながら男の命令に従い戦うフェミ三大激怒不可避の絵面から、過去の話に飛びました。折れた世界樹の周りに作られた冒険者の街の一角に、奴隷商人が店を構えていました。そこに立ち寄った主人公の少年は、目についた女奴隷を戦闘用に買い上げました。ちなみに処女であることも確認済みです。戦闘用にそれいる、などという疑問はありますが少なくとも性病持ちでないことが、ある程度は保証されているのはいいですね。現実の奴隷も童貞とかが売れ筋でしたしね。さて彼女を連れ立って店を出るが彼女の服は尻が丸出しであったため、大変動揺しましたとさ。戦闘用アピールをしつつ性的アピールもするお得セットやな。というわけで今日の宿を取り女奴隷に入浴をさせたところ、全裸で出てきておせっせをしようとしました。これにまた主人公の少年は大変動揺。彼女は護衛つまり戦闘用として買ったのでそういう用途は一切必要ないからな。だからそういう宣言をしたんだったらちゃんと戦闘用として扱った話作りをしておけと。戦闘用として買います。から戦闘をせずに性的アピールだけを書いているって、話として大問題ですよ。性的アピールは戦闘前に入れてもいいが一回までやな。ちなみにその後も性的アピールをしてきます。真面目な話をしている時もしてきます。これに同様少年同様。説明できねえテンポもねえよ。よう、というわけでいちいち話を遮りながらも少年が他人の才能を見抜く能力持ちであることを、それなりのページ数使って説明をし、また彼女が3つも能力を持っているということを、教えて自覚させることにする。ちなみにそのうちの1つはすでに自覚していたらしく、それはいわゆるアイテムボックスの能力なのだ。ちなみに中にはアイテムが入っていたでよ。しかもレアアイテムがいっぱい入っていたでよ。それ使えば普通に脱走できたんじゃない。というわけでアイテムボックスを実際に使ったところでまた性的アピールを挟みつつ、今日は寝ることにいたしとうございます。だがベッドが一つしかなかったので、一緒に寝ることになりました。おせっせはしなかったが、夜中に3回ほど、長めのトイレに行ったんだってさ。ふーん。抜き抜きするくらいならやれよ相手も誘ってんだし、そんなわけで戦闘用として買ってから一度も戦闘をすることなく2桁回数性的要素が入り、街を歩くと特に主人公の因縁がある戦闘ではなく普通にチンピラが絡んできて、これを一方的にボコって終了。これから一緒に頑張ろうねというところで、第1話が終わりまし、ポロロ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 。単純に話の完成度が低い、話を冗長にするためだけにしか作用していない無駄な描写が多すぎる。つまり、不必要な性的アピールが多すぎる。別にそれをやりたいのであればやればいいですが、だったら話の方向性をそっち側に寄せておくべきですね。本作は主人公が奴隷を購入し、
そして購入した理由はある深刻な目的のためであるという、いわばギャグ薄めの、シリアスなファンタジーっぽい話になっているんですけれども、これと無駄性的アピールがあまりにも相性が悪すぎます。先に言いましたが、その方向性で話を作るなら、入れて1回までですね。何度もやるものじゃないし、何より何度もやってしまうと、その分キャラの掘り下げ部分を尺の関係で削る必要が出てきてしまうため、どんどんキャラが薄っぺらくなっていくし、引いては話そのものが薄っぺらくなりますね。実際そのせいで、チンピラをボコった後に彼女の出生がどうたら人格がどうたら、深刻ぶって話すシーンがあるんですけれども、読者からすると彼女のキャラクター性は、ずっと性的アピールだけをしている尻がる女であるため、そんな状態でいきなり過去がどうたら、そっちだけの都合でやられても困ります。事前の掘り下げが皆無ですから、現状、さてその後ですが、また性的アピールをして、もうずっと入っているんで省略しましょうか。服屋でファッション性の高い服を購入します。戦闘用、いやもう忘れている説の有効ですね。ちなみにその服のまま戦闘します。一貫性皆無に過ぎるこいつら、さて戦闘をすると怪我をしたのでお触りして回復しその際絶頂を省略します。さてその際に武器が壊れたので新しく購入するついでに性的省略します。ついでに知り合いに戦闘訓練をしてもらうことになりその際パンツを省略します。その後女の子にモテる少年を見てジェラリネルと奴隷時代の性的な夢を省略します。そして最後に主人と奴隷の薄っぺらい絆を読者に見せつけて第一巻が終わりですね。ひどいなぁ。なんかもう、ひどいなぁ。今までの飛び抜けたクソたちにはない、緩やかな未熟さが無駄性的アピールとともにじわじわと読者の気力を削いでいく点は、あるいは個性と言えるのかもしれないし、そうでないとも言える。クソに絶対はない、今までの再クソ更新したような奴らは、きつさの面ではるかにパワーがあり、それは主人公の性格の悪さだったり、ゴミな朗読者の願望の権限具合だったり、はたまた本作のように性的アピールのきつさでもあるわけですが、それらについては、とにかく、強力、でした。本作が球体のきつさだとすると、再クソ更新どもは、針のきつさですね。触れれば傷つき血が出て身体的にも消耗するような、強烈な貫通力を持っています。本作はそうではなく、別に触れてもなんともないが、単純に感触が悪くて不快感があるというような感じです。例えば性的アピールにおいて、本作は説明途中に延々と裸体を見せたりおせっせの誘惑をしたりで邪魔をするという、つまるところ、ただの邪魔、不必要なものが延々と大量に入り続けているという形であり、ただの未熟な技量による未熟な話作りの結果生まれただけの未熟な要素でしたが、再クソ更新の方はそうではなく、例えば虐げられた男が奴隷を購入したところ、なぜか奴隷側が購入額の一部を奴隷商人からもらえる契約を結んでいたとか言い始めて、しかも購入時点から好感度マックスであり当日にラブラブ結合しつつ金も貢いで、私幸せですわー、とか言い始める感じなのでもはや話がどうとか設定がどうとかの次元には、到底存在しない状態にあるんですね。その点本作はただ単に作者が書きたいものと、それを達成するために必要な技量との間に大きな隔たりがあったがために、作品として未熟なものに仕上がってしまっただけという感覚がありますね。話自体は、まあこういうのが本当は書きたかったんだろうなぁ。できてねえけど、という、なんとなく予想めいたものは少ないようですからね。比較すると再クソ更新のやつは、何が書きたかったのかというか作者がどんな思考回路をしているのかすら見当がつかず、率直に言って人間が書いたものとは到底思えないものであるわけですのでね。ちなみに本作でおそらく作者が書きたかったであろうものは、少年と購入された奴隷との、立場を超えた真の信頼と絆ついでに愛、みたいな感じだと思いますね。まあさっき言ったようにできてないんだけど、本作は書籍版がないと言いましたが、正直に申し上げて書籍版が出てもこれじゃあまともに売れないと予想がつく内容なので、そりゃまあ出版社の立場から考えると漫画版だけになるよなって感じですね。総評ですが、性的アピールの癖が強いんじゃあ、ですね。
話はシリアス、描写は無駄エロ、しわ寄せはキャラの掘り下げの少なさに行くと、なるべくしてなった未熟な内容だと思います。これをやるなら世界観の方を、頭ピンク色なコメディラブラブ冒険譚にした方がバランスが良くなると思いますね。割と冗談抜きで戦闘シーン以外ずっと性的アピールしてますからね。本作、それをやるならそれをやるなりの世界観で書いた方がみんなウルトラハッピーですかね。最後に漫画家ですが、下手ですね。下手な絵で性的アピールをずっと書いていて、そっち方面の需要すら満たしていないというもはや生まれた意味を疑う作品ですね。以上です。ほな、また。